はい、お疲れ様です。本日5月10日朝4時の相場解説になります。この今画面見ていただいているトライアングル成功なんですけども、昨日の時点でですね、こういう風なトライアングル、黄色でちょっと見にくいんですけども、あえて黄色で書きますね。こういう風なトライアングルを指し示したと思いますけども、このトライアングルを突破したのが矢印と丸で囲ったここですね。で、この利幅が取れたでしょっていうところで終わってました。昨日の午後3時ぐらいだったと思いますけども、もう別にね、いつものように6時とか7時を待つこともなく、ここで利確して、まあ、そこそこのね、20ピップス前後は稼げていると思いますので、そこでもう店じまいしましょうということを話しました。それが昨日終わっていたところですね。この今見えている補助線だらけの図、これがね、まあ、ここまで利益をもたらしてくれた痕跡ですよ。で、閉じて今現在の日足を見てみます。この日足ぐーっと上がっていってね、押し目を作って高値圏に来てますけども、だんだんとこの一直線の図が短くなってるでしょ。だからそろそろ終わることを覚悟しておかなくちゃいけないと思いますよ。終わって新展開でさらにぐわっと大きく伸びるっていうのはありますけども、まあだんだんとこれが横ばいに入っていくところなんじゃないかなって思います。それを4時間で確認していきます。4時間ですけども、まあこういう風なね、ダブルトップまではいかないんですけども、似たようなところで反転して、まあレンジの様相を呈してきたかなっていうところです。同時にね、こういう大きなレンジも、あれ四角になっちゃった、大きなレンジも見えるわけなんですよね。こういうレンジもね、まあけどここでしょうね。今回はこのレンジを超えて上に行くのか、それとももごもごした挙句、これはもう行動の限界点に来て下落に向かっていくのかでございます。下落に向かうとしたら129円台で一応止まるかなと思いますよね、ここでね。まあ状況は刻一刻と変わってますので、あ、ここもあるな、ここも、ここ見つけられてよかったな。ここで止まるかもしれませんね。ということはゾーンがここに決まるってことですね。ゾーンが129円000から、まあ129円の390あたり、ちょっと大きめのゾーンになりますけども、こういうふうな抵抗体が引けるんではなかろうかと思います。まあですので、落ちていくとしてもここまで、その後レンジを維持するのか、それとも突き抜けて上の方に行くのかっていうところをまたね、近い将来見ていくことになると思います。1時間いきましょうか。だから今高値圏にいるってことを考えると、この高値圏のまずはトライアングルがあって、横ばいがあって、横ばいからブレイクして、でここで止まって、あと上昇トレンドをずっと作ってきたのが今ここで終わったかなと。で、高値圏にいますんでね、日足を見ていくと、これが大きく逆回転する可能性もなきにしもあらずなんですよ。だいたいね、上り調子でみんなが130円135円だっていうふうに予測しだしたら、そうじゃない流れが起きてきて、あれってことになるわけなんですよね。もうちょっと伸ばしてみましょうか、ここ、だからここを突き抜けたら、ちょっとね、下方向に一気に進むってことですよ。で、ここを破ってさらに下に行くと、この2つの点をセルに関しましては見ていきましょう。倍に関してはですね、今日5月10日の時点でこれが跳ね返って上に行くのかなってところです。その時に見ていきたいのが、ここを破るのか、ここを破るのかです。倍によってはこれヘッド&ショルダーができちゃいますからね。まあ綺麗なヘッド&ショルダーではないですよ、でもここでヘッド&ショルダーに似たような力が、作用が働くようでしたら、これ135円どころかね、また急速に円高の方向へ向かうんじゃないかなってところも考えられます。まあそれをいろいろ今日ね、仮説立てましたけども、どっちに向かうのかを判断する指標を作ったということでございます。実際はどうなるんでしょうね。今日一日見ていきましょう。それでは以上です。